辛い便秘を解消できる腸もみマッサージをお伝えしていきますね。なぜ便秘にその腸もみマッサージが有効なのかという理由があるんです。それはこちら、お腹の上から直接腸を刺激することができるからなんですね。そのことで本来腸が持っているその動き、前動運動がこう活発化していくわけですから、結果あなたのそのたまりにたまったですね、便や老廃物をデトックス、排泄することができるからなんです。でその次、腸もみを行う時のポイントがあるんですね。これとっても大事。1つ目、力を入れすぎないこと。2つ目、指を立てて行わないことです。3つ目、指の腹で優しく行ってあげること。そして4つ目、毎日続けてあげることなんですね。このポイントを押さえてくださったら、あなたのその辛い辛い便秘がですね、もう一日も早く解放されて、もう本当にあのお体が健康的で綺麗に痩せていく体質を手に入れることができますから、ぜひ今から私と取り組んでいきましょう。ここからは早速、じゃあどのように腸もみをしたらよいのかという方法と位置取りをお伝えしていきたいと思います。準備はよろしいですか？では私今ちょっと立った状態でしておりますけれども、と皆様にお伝えしやすいように立っておりますが、仰向けになっていただいてもいいですし、座っていただいてもどんな姿勢でも OK です。で行う、ベスト時間ですね、ベストタイミングは夜です。私別動画でもこう朝とか昼とかね、いろいろお伝えしているバージョンあるんですが、今からお伝えするこの腸もみマッサージは夜行うと一番効果的ですから、ぜひぜひ夜も行ってみてくださいね。では早速位置取りをお伝えしていきます。こちら見えますでしょうか、この緑の文字、ここ私のおへその位置なんですね。でここから半径、10センチぐらいを目安に円を描いていく動きをします。時計回りで行います。でこちらはおへそのすぐ右の横、右の脇歯からスタートをしまして、約8秒かけてゆっくりとこうさすっていくんですね。ぐるーんと一周、8秒かけてまた元の場所に戻るというのを1セットとしたら、続けて今回は10セットを行っていきたいと思います。でポイントを思い出してくださいね。ここでその便を出そうとか思ってですね、うーっとか押してしまうとダメなんです。特に夜は腸に刺激を入れてしまいすぎるとですね、あなたの自律神経の交感神経といってやる気モードスイッチオンになってしまうと腸って、動かないんですよ。その逆、リラックスする時に出るその副交感神経を優位、要は元気にさせてあげることがこの腸もみマッサージの大きな理由の一つですから、もうとにかく優しく撫でるようにですね、もう赤ちゃんの頭をこう撫でるようにして差し上げると、もちろん便秘も解消できますし、夜ねぐっすり眠れるようになりますから、とにかくそのリラックス神経の副交感神経を元気にしてあげるように優しく行っていきましょうね。では私と一緒にここから本番ですよ。準備はよろしいですか？ではご一緒にしていきましょう。ではおへそのすぐ右横の脇腹から時計回りに1周を10回しますよ。であと呼吸が大事です。まず準備はここで息を吸います。で吐きながら8秒かけてゆっくり円を描いてマッサージです。よろしいですか？ できればここであなたは腹式呼吸で行ってみてください。で腹式呼吸は何かと言いますと、息を吸う時にお腹が膨らんで吐く時にへこむという呼吸、難しければゆっくりした呼吸を心がけてくださればもうそれで十分ですので気にしないでくださいね。はい、それでは準備はよろしいでしょうか？位置取りからスタートですよ。おへその真横の右脇腹からスタートです。息を吸って吐いてからスタートしましょう。はい、息を吸って吐きながら8秒間です。一周します。1、2、3、4、5、6、7、8、2セット目。吸って、はい、吐きながらずっとキープ回しましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、3セット目。はい、吸って吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、4セット目です。で吸って
吐きながら1、2、3、4、5、6、7、はい、5セット目です。で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、6セット目です。で吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、7セット目です。で、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、8セット目、はい、吸って、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、9セット目です。吸ってください。はい、吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、はい、ラストです。吸って、吸って、はい、10セット目、1、2、3、4、5、6、7、8です。さあ、いかがだったでしょうか。ポイントを押さえながら、あなたはこの毎日腸もみマッサージを特に夜行うことで、その辛い便秘から一日も早く解放されていきましょうね。さあ、いかがだったでしょうか。このようにこのチャンネルでは様々な腸活法や健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひチャンネル登録や高評価ボタンを押していただきまして、どんどんご参加くださいね。私とても励みになっておりますし、本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。